今回はフラパで重心化した天下五剣のガチャ、これ引いていこうと思います。で、今回は、ミッチーに来ていただきたくないから、ミッチー並べました。で、私メインの所持状況なんですけど、術丸持ってない、で、鬼丸とかは1体で、ミッチーだけ3体なんですよね。だから、まあ、これが来てほしいんですよ。術丸常継。サブでまとめたらいるけど、メインだけはいないんで、もうこれ出たら、もう最高。ミッチーは、一番最悪。だからこの、一発に全てをかける。一刀修羅というやつですね。はい。はい。ジュズマル以外だったら三日月がなんかすげえ強いって言われてる。頼む！わっ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 わー！やったー！もうこれ終わってーねもうこれやった！これはシェアしねえ！なんで、うわ、どうしようこれ、ちょっと星玉くらい使っちゃおうかな。いや、ジョジョコラボもすぐ来るけど、いや、これもう、どうせ引けねえと思ったから。まあ、ここは運営さんにご主義的なノリで、まあ、ここでやっていこうと思います。はい。いや、でも、ちなみにこれ、真打ち。みんななんとかかんとか天下五剣、真打ちって書かれてるけど、真打ちの意味はね、これ確かに、ルロ剣で学んだ知識。なんか、刀って、その、すごい刀を作るぞって思った時に、なんかね、何本か作るんですよね。その中で一番出来がいいのを、真打ち。で、他のやつは、影打ちっていう風に。頼む、ピキレ！いや、ピキったらこれ結構面白そうなんだけどな。な、そういう風になんか分けられるみたいね。だから、誠と A みたいな、そんな感じで、すごい、差別化されてるみたいな。なんで、真打ちはもう本当にすごい一本みたいな感じですね。これで、ぶっちゃけ何出てきてんの？あ、そっか、これ、天下五剣そっか、天下五剣が出るわけじゃねえんだ。まあ、そんな感じですね。さあ、というわけで、次の端末、ここでは、この端末、術丸3体持ってるんで、まあ、3体並びましたね。今回の五剣のイラストの中で、私一番好きなのは、やっぱり、術丸になってくるのかな。まあ、次は、やっぱ私ミッチーかな。で、この端末は、まあ大体結構持ってる。多分全端末で一番持ってんじゃないかな。ただ安綱だけはいないんで、それ出たら嬉しい。あとは、ミカも出てくれてもかなり嬉しいかな、みたいな感じですね。いやでもさっき術丸使ったことですげえ運使ったから、もう3分の2は、もう3体以上持ってるキャラだから、はい！おお！おお！いやこれね、すごいなんかコメントで言われてるんですよね。こいつの重心化はやべえぞみたいな。なんかこのホーミングの威力がすごい高いから、まだ私厳選途中だから使ってないんですけど、まあシェアだしね。なんでこれも使ってみるのすごい楽しみっすね。安綱と、いや、いいかな。さあ、それじゃあ次いきますね。ここでは、あ、三日月宗近ガトツゼロスターですね。で、これはこの端末引く前から唯一コンプしてるやつなんで、まあ引いて出てきて嬉しいのは三日月と安綱だけ一体ずつだから、それ出てきたら嬉しいかな、みたいな感じですね。でも結局、どうなんだろう。今回、前回の天使の時は、あ、構えるやべえわ、みたいな感じだったけど、ほい。今回、砲撃型の枠がミッチーなんで、ミッチーね、ミカなんで、やっぱミカが、ぶっ壊れ、みたいな感じなのかな。おのおのみんなどういう強さ順になってんだろう。はっ！おー。まあ、鬼丸、鬼丸は正直、私順位つけるんだったらシェアしね。いやー、ちょっと今、使うとこが一番少ないのは鬼丸なんで、やっぱちょっと一番下になっちゃうかな。その天魔の古城来たら、またなんか変わるかもしれない順番。はい、それじゃあラストの無料ガチャになるんで、ここでは安綱と鬼丸、並びました。で、この端末は、ミッチーだけ持ってないですよね。で、あと持ってても1体とかだったから、正直これは何出てきても嬉しいかな。まあ、ミッチーはすげーメインが持ってるから、やっぱ、群れて強そうなミカが、すごい気になるところですね。はい。で、あとは、誰が出てくるか、安綱だけ2体だから、安綱いただけだったら何でもいいや。はい！お！おおよし、これで、チェアはしない。なんです、これだけですね。で、ちなみにこれ確率ってどうなってる？みんな 0.6 か。いや、ちょっと考えたんですけど、これ、もうちょっとだけこない。今の残ってる大部分だけ追加で引いとこうと思います。で、3端末ね。1端末は完全に揃ってるから引かなくていいで、メインは持ってるけど、やっぱり数がみんな少ないんで、その辺持っときたい。あとは、残りのやつは持ってないキャラ出たら嬉しいかな、みたいな感じですね。はい。で、術丸はどうなんだろう？私結構強い部類かなって思ってるけど、なんか、意外と冷静に考えるとそんなこともないみたいな感じなのかな。あと、フラパの、なんか感想みたいな、いろんな人のやつ見てたけど、まあ基本的にはなんか、満足してる人が多かったイメージ私、おお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 おいいっすね。これワープ原則で確かアビニベーシャ適正だから、もう完全に安綱に食われちまったみたいな。まあこの新しい500円で買うといいみたいな感じですね。でもやっぱり 0.6 だから、4体に1
回は、一応天下五剣の出る確率があるみたいな感じなのかな。まあこれを見て、一応ジョジョコラボ引くか天下五剣引くかどっちがいいかみたいな感じですね。で、感想はいろいろ見てたんですけど、まあ、プラスの感想はめちゃくちゃ転がってるから、マイナスの感想をいろいろ見てたんですよね。やっぱり、守護獣に変化がなかったっていうのと、あとアプデ情報でなんか絆オーブがちょっと解約されまして、お、あれ適正じゃないですか、無楽者の。まあそれがちょっと解約されて、なんか200個以上オーブ持ってたら、このフレンドのこの、なんだっけ、オーブの変換ができなくなったっていうのが、ちょっと言われてたことなんですね、このオーブ引き換え。これがなんか200個以上持って、だからこの4、この左の端末だと、今は交換できないみたいな、200個を切らないとできなくなっちゃったみたいな、そんな感じになってるみたいですね。まあこれは一体運営さん何考えてそうしたのかは、まあちょっとよくわかんない。なんかオーブだけがたくさん溜まってるアカウントをなんかツイッターで売りさばいてる人がいるから、それの対策みたいなことは言われてたみたいで、それが本当なのかは。あれ、あ、いや、ゲーテと、なんだっけこいつの名前、なんか石田ウリュウみたいな名前のやつ。はいはいはい。いや、でも割と結構引いてる方なんだけど、あ、浅井長政だ。ちょっと、ギリギリ90点ぐらいかすったみたいな感じですね、名前は。はい。うん。いや、でもやっぱ、いや、これちょっと待って、なんかさらっと引いてるけど、私これ100連ぐらいして、一体も出てなくね。いや、3% だから、馬娘さんと、ほう、裏娘さんと同じ確率なのに、馬娘さんはこんなに、ちょっと厳しくない気がするんですけど、はい。で、まあ、絆オーブについてはちょっと、なんかさらっとやってるけど、結構賛否両論みたいなことありましたね。はい。だからかなり溜め込む人が1000個とか2000個とか、なんか好きなコラボ引くまではマジで溜めてるぜみたいな人がすげえ困ってるみたいな感じなのかな。はい。あと私やっぱフラパ見直して思ったけど、あれ、お、頼む、そろそろ、いや、あれこんなに持ってないキャラいたっけ私。意外と引いてるつもりなんだけどな。いや、あと、私やっぱフラカンニュース見返して思ったのは、いや、10時解禁枠が後出しだったことには、ちょっと、はい。ちょっと気になるところになっちゃいましたね。なんか、テルも言ってたじゃないですか。なんか、天下五剣の実装はちょっと後になっちゃいますけど、みたいな。いやいやいや、そしたらなんか10時枠あると思うじゃん、みたいな。それはちょっと、思いましたね。まあ、天下五剣後だと思わせといて、後っていうのは数時間後ですよ、みたいな。多分オチ考えてたかもしれないけど、ちょっと、私目線としては、あ、もしか、あーしたら、じゃあ、十字枠に、なんか、来るんじゃないのか、みたいな。いやー、これ逆だったらよかったのにな。逆だったかもしれねえ。ナルトコラボ。ほら、逆だったら。逆だったら、ミッチー、ミショジー、カンプで、ジュズマル2体目できてたもんね。はい。ふっ、うん、ビゼか。ビゼもまだ重心化してないしね。まあ、これは、多分、周年のキャラじゃないから、多分、周年には来ないでしょう。じゃあ、これ、はい。でも、結局、え？何連した？ 50、50、60だから、160連して、得られたものは、今のところ、ジュズマル1体と、ミッチー1体でした。まあ、これがいいか悪いかは、悪いっすね、どう考えても。だって、こういうことになっちゃうから、ちょっと、今すぐ引くのは、気にしといた方がいいんじゃないかな。ジョジョコラボで何か来るかもしんないから、ね！ふっ！なすか。これは？で、星玉で、最後頼む、なんか怒ってくれ、なんか怒ってくれ、ちょっと音出しとこう。はい。いや、頼む、なんか音出してくれ。いや、最後に天下五剣皆さんに出ますよってとこを見せたい。そっちの剣じゃねえし。